はい。はい、撫でます。はい。はい。おとなしいけど少しずつ体調良くなってきてるね。今日が土曜日で火曜日までには万全の体制に持ってきます。ボクサーみたいだね。頑張ろう。ジャン君、ご飯の時間です。そしてこれは人間用です。似てるよね。人間はこれです。くしゃみ。くしゃみ、くしゃみ。お揃いです。散歩のついでというのはなんですが、ジャン君の手術がうまくいくように神社に祈願しています。この神社にはですね、このへこみのあるこの男石というのと、これが男石。ちょっとエッチなことですよね。これがパカッと割れたという何かがここに書いてあります。一回読んだんだけどちょっと忘れちゃった。境内は何か工事を木を切ってるのかな。折れちゃったんだ。まあ、ご神木かもしれないですけど。さあ。ジャン君の手術についてと、仕事がとびきり愉快な仕事が来るお願いをしてきました。ただいまただいま。神社にもお参りしてきたよ。長い散歩と、もう今1時間半以上歩いちゃった。はい、はい、撫でます。はい、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 パンちゃん何ですか。はい、これは甘え泣きですね。はい。ジャン君の分もやってるんじゃない？そうか。ジャン君ちょっと今無口だからね。ジャン君は。ジャン君。きっとね。手術したらねまた戻るよね。元気になろうぜ。一応ジャン君のだけ値段高くお賽銭してるから。おいおいって思われてると思うけど、神様に。
ジャン君が風邪っぽい、状態だったのでずっと寝ているわけですね。で寝ていた時間はトイレにあまり行かないので、まあ、膀胱炎だと思ってたら結石だったのでですね、結石さえ取れればこのトイレに頻繁に行くっていうのもなくなるのかなと。もっと早く気がついたらって思うんだけど、早く気がついたら今度はね、結石の大きさが悩ましい大きさなわけですよね。今はもう大きくなっているのを発見できたので、もうお腹を切るしかないということにはなるわけです。まあ何はともあれ、ちゃんと健康になってもらうことをまず第一ですね。今日も神社にお参り行ってきたよ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、甘えん坊のポンちゃん、甘えん坊のポンちゃんって呼ぶようになるとは思ってなかったよ。ポンちゃん、クールビューティーが売りじゃなかったんかい、ポンちゃん。ポンちゃん、いいね、ポンちゃん。おい、ポンちゃん。うれしく立ち上がっちゃいまちゅーって。ポンちゃん。ポンちゃん。そして、毎晩布団を敷こうと思うと、向こうの、あ、もう行く？行かにゃーい。向こうの部屋のタンスの上で、なでなで要求。結構ある、つらいんですけど。そんなちっとも敷けないんですけど、私はね、あそこ届かないからね、あそこの台に、ステップの台の下に乗ってからポンちゃんをなでなでしますね。ポンちゃん届かないのに、ね、幸せになるために、誰もが生きているんだよ。夏は今日も通り雨、きっと闇に飛び交う蛍に連れられ、君がいた気がする。忘れ